はい、どうもエルザです。それではスパラトゥーン1やっていきたいと思います。そうですね、今回ガチマッチの方していきたいと思います。と言っても始めたばっかしなんでね、どこまでできるか分かりませんが、ちょっと楽しみながらやってみたいなと思います。さあ、デパライン効果者ガチアグラですね。さあ、どうなるか。そもそも矢倉が止まるっていうことがないらしいので、いけるんじゃないかな。まあ、やっぱりダンスが弾ける。いやー、でもなんか腕前 C とかっていう割にはなんかね、普通に強い気がするんだけど、気のせいかな。いやー、しかも入り組んでてむずい。ういとりあえずキル取ってしまえばねっていう感じはするけど、まあスペシャルかなーとは。矢倉がね、進んだり止まったりがね激しいんで、回線がちょっと気になりはするけど、ナイス。これでカウント進まないかな。あ、進んでる進んでる。さあ、ビーコン飛んでいく。さあさあ、いやー、ちょっとな、ヤグラの話だけど進むな。ピッピッってそれはそれでちょっと面白いけど。さあ、ビーコン、ビーコン楽しい。はい、いいんだってことだね。素晴らしい。いや、みんな萌え萌えの武器使って楽しそうだね。バリア無理。いやー、あと46秒か。意外と長い。煽り運転ダメ。
外と、危ない。いやーボールド楽しみ。マップ的にはボールドだけだね。痛いね。最後惜しかったね。倒せなかったね。ありがとうございます。さあ、いやシータイドも面白いな。20機20。へえ、数字出るんだ、すごい。さあタチウオ、ヤグラだね。いやー、やっぱコースは似たような動きするのかな。楽しみやね。あー、いい曲、曲もいいね、やっぱね。ヒントが足りない。今日まず、ナイスローが、はい、ナイス場所。よし、ナイス。いやー、ナイス。いいねー、サタさん、ナイス。ヤグラのあの動き、不安定な動きが怖い。ねえ、ここをどう？デスボスとしてこの辺りかな。はい、味方ナイスもいい。ちょっと待った、危ねえ。危ねえ。まあ止めたいよね。はい、ナイス。上から来る感覚がタチウオ全然違う。しかも隙間も多いんだね。20ずつか。なんか20ずつ上がるってもすごく不思議な感じだね。さあ続けてタチウオ、どうなることやら。さあ、一曲もいい感じのヒント。ねえ、意外とインクが散るんね。2枚待ち。あいうち。さあ味方来るかな。あー来てないね。
あら、この感じ、あ、回線落ちではない。どうかな。一発か。しょうもねえな、サブアカのくせに。ああ、ナイスナイス。はい、ゲッチュー。はい、ナイス。倒せる余裕があるんだったらね、シャッター倒しに来た方が早いからね。はい、あ、ナイス。いや、スペシャル強え。もうもうもういい感じやね。おお、こっちのローラーも頑張ってたね。さあ、タチウオこんな感じかな。あ、編成的にちょっとバラつきが出た感じもするってね。そうだね。インクが垂れないんだね。ローラーが、はい、後ろ反り。ハーモンはあるから、はい、はい、うちかー。もうちょいイカソコ欲しいね。もうちょいね。さあ、飛んでいく。インク効率あれ欲しいね。サブセーナップ欲しいな。あ、意外と当たらないですね。いや、難しいな、タチウオちょっと。ごめんね。
ゃー、ノーラブリか。意外と当たんないね。まあまあ、まだ大丈夫っしょ。はい。頑張れ、初心者。3枚いって。はい。一番軟水いけるといいけどね。これローラーっぽいよね。おお、ダイオウイカでもああいう武器ができるわけね。はい、ラッキー。いいポーン。ここにも、あ、ビーコンこれ以上 OK ない。おい、で、特にスペシャルが、おお、なんか耐えてる。いたね。いやー、もったいなかったな。まあ、スパチャクって、やっぱそう考えるとだいぶいいね。あ、ダメだ。乱数が引けない。あ、もうちょい。さあ、ビーコンは誰も使わない。はい、ありがとう。いや、これメインがあそこから当たるってなかなかやね。いやー、面白い、いい試合。デスエトキルス、まあ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 言うて。さあ、タチウオ、タチウオ多めやな。まあまあまあ楽しいからいいんだけど。さあ、やっちゃいますか。あ、まずやるけど、今日は変わらずやる。どんだけ耐えれるかとかいろいろあるからね。てか、ビーコンが意外と3つしか置けないっていうのは。なかなかやなとは思った。はい。で、売っちゃれば、売っちゃれば、いやいやいや、これやっぱ強いよ、スペシャルが。こんだけ遠くからの一発撃てるって化け物やね。うわぁ、ハイプレの強化版みたいな。あ、次30みたいな。飛び級的なのは特にはない感じかな。
ほう、しかも腕前変わるとそうなるんだ。それは新鮮。まあ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 、でもちょうど切りがいいんでこれくらいにしましょうか。まあ次回からは数千円ずつって感じかな。今回はお試しで連続でしてみましたが、ちょっと次回はね、変えてやっていきたいなと思います。まあまあ、あとはプラベの方とかもちょこちょこ最近始めたんでね、お付き合いいただければと多分本格的にガチマをしていくんじゃないかなと思いますんで、ガチマとプラベか、プラベの方もガチマ回していくんじゃないかと思いますんで、いろいろアドバイスなどもぜひよろしくお願いいたします。ということで、またここ、そうですね、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いいたしましょう。ほんじゃあまただ。